内の裏宇宙空間観測所。安全性を考慮して海岸沿いに建設されている。また、傾斜発射する理由はロケットを早く海上に出して、1万1事故が発生した場合の被害を少なくするためである。ケネディ宇宙センター。バイコネール宇宙基地から打ち上げられた、ソユーズとママイナス5車場とは、ロケット等を打ち上げる、施設のこと。発射場とも呼ばれる。宇宙へ向けて、 人工衛星を打ち上げるローンチビークルの車上については宇宙船基地などと呼ぶこともある。通常は NASA などの宇宙開発機関が管理する。空軍の基地と人工衛星の車上が共用されていることもある。静止衛星の車上は地球の時点を利用してロケット燃料をなるべく使わずに軌道速度を得るため赤道に近い場所にあることが多い。ロケット発射の安全性。 確実性などを確保するため以下のような自然、地理的及び人為的条件が挙げられる。車上の位置は低緯度が望まれ、できれば赤道直下が最適となる。赤道直下から真東に発射されたロケットは地球の自転遠心力を最も効率よく利用できる。また、打ち上げ後に赤道面への静止衛星投入のための 移動に伴う衛星搭載燃料が少なく済み、相対的にロケットの搭載量低下、衛星の大型化が行える。赤道直下で真東に発射する場合、第1宇宙速度の秒速 7.9km に、対地地球自転周速度の分秒速 0.46km だけ、ロケットの燃料を節約できるのは大きな利点である。日本の種ヶ島宇宙センターは、 緯度30 0.4km に位置し秒速 0. だけ地球の自転が利用できる。発射場では大量の火薬類や危険物を扱うため、十分に広い土地を必要とする。また発射後のロケット各弾の落下点に加え、1万1故障した場合の飛翔経路、破損した場合の破片の落下範囲などを考慮して、人的、物的被害の出ないように発射場の位置や、 発射方向が決定される。ゆえに、ロシアや中国のように車上を人の少ない内陸部に取れる場合を除き、海に面した場所に車上を設置することが多い。海に向かって発射する場合にも、海上船舶を考慮する必要がある。一般に、陸地や島の存在によって、発射方位は制限を受け、境地との関係で、発射期間が限られている車上もある。 その他にも航空路なども考慮されねばならない。イスラエルでは東側のアラブ諸国とのトラブルを避けるため打ち上げ速度の不利を承知で西向きに打ち上げが行われている。発射の天候待ちを減らし車上の年間利用率向上のため年間を通じて晴れの多い安定した気候、発射時ロケットの姿勢に影響を及ぼす風があまり強くないことなどが条件として挙げられる。 最低でもロケットを組み立てる施設、打ち上げのためのロケット固定施設、液体燃料ロケットの場合にはロケット燃料を保管し注入する施設などが必要である。人工衛星を打ち上げる場合は大気圏外までの完成を行う施設、さらに有人飛行の場合には宇宙飛行士の宿泊施設や待機場所等も必要となる。軌道投入後は 完成業務は運用担当施設に引き継がれる。井戸シータにおける、時点速度は0.46コサイン、キロメートル毎秒で求められる。的川康則著、宇宙ロケットの本日刊工業新聞社2002年8月31日、初版一冊発行 ISBN45 億2604万9980、中国、運搬ロケットの海上打ち上げ試験に成功。 AFP2019 年6月6日閲覧、ありがとうございます。